こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっとガタガタ線路を作ってみました。このガタガタしたレールをね、速い速度で発車したら面白いんじゃないかなと思ったんでね、ちょっと今回はね、それに挑戦してみようと思います。ちなみにね、どんな感じでこう作ったかと言いますと、4分の1直線レールに、アイスの棒1本をちょっとかませて、でこれでね段差を作ってみました。じゃあまずはね普通のプラレールでちょっと面白い感じになるんでしょうか。ならなければもうやめようかなと思うんですけど、とりあえずでは行きます。ほう、あーいやー、まあ、なかなかいい感じかな。まあ、なかなかいい感じかな。どうやら撮影中のジョージ・シャラは気に入ったようですね。じゃあちょっと、向き変えます。向きを。じゃあ今度こっちからいきますよ。ほう、あ、いや、いけるんだ。いや、いけるんだ。あー、なるほどね。わかりました。やっぱこっち向きの方が結構気持ちいいですよね。駆け抜けててね。はい。ということで、こんなコースができました。いや、もうね、ちょっとこのレイアウト、やばいでしょ。もうガタガタだらけ、もうガタガタだらけの、レイアウトを作ってみました。それでこのレイアウトの見どころは何といってもね、この直線部分のガタガタをね結構長くしました。結構長くして、さらにですね、このカーブですね、カーブのねここもみんなねガタガタ、これをガタガタ、まあ段差をねつけていきました。そしてあとですね、こちらこの4分の1直線レールをこう組み合わせてですね、なんかこういい感じのこのガタガタが出来上がったので、ここもね、まあこんな感じです。で、あとはカーブのこのガタガタもね、これ作って、まあ全部こうガタガタの、ガタガタのレイアウトにしてみました。なんすかね、作ってる時は楽しくて何とも思わなかったんですけど、改めて見るとちょっと頭おかしいんじゃないかなでございます。ということで、じゃあちょっと早速ね、走らせてみますね。ハイスピードで、スタート！どうでしょうかね。微妙な線ついてるよね。じゃあちょっともうちょっと早いプラレールね。じゃあ今度はこの500系新幹線小町、これは3両編成で行きます。でモーターはパワーダッシュモーターに交換してあります。行きます、スタート。どうすかこれは。まあ、ただなんかその乗り越えてるところはでなかなか気持ちいいのは気持ちいいですよね。こここうなんかガタ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 っていうのは、この親父が何を求めてるのかちょっとわかんないんですけど、ただやっぱりスピードがねちょっと足らないような気はしますよね。これ1両で発車した方がいいのかな。じゃあちょっと次はねもうちょっと早いやつを1両編成で発車してみます。こちらはスーパースピードシャーシ搭載で、モーターをハイパーダッシュ3モーターに交換してあります。ほう、おお、速い。これはどう。おおおおおおこれこれでも結構気持ちいいんじゃない。めっちゃ速いよ。ガタガタ道でもちゃんと走れる。ガタ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 、どうこれ。いますよ。カタカタ。悪くないんじゃないこれ。でもねえ、この速さでもちゃんと曲がれるんですね、このガタガタ道を。これはある意味すごくないですか。そうなんですよね、こんだけ速いのに脱線せずに走れちゃうんですよね。
いや、むしろ普通にこうレイアウト組んでるより、なんていうんですかね、安定してるようなそんな気さえします。はい、まあそんな感じです。こうなったらもうこのプラレールですよね。超電導リニア L0 系でいきますね。で、これモーターはスプリントダッシュモーターに交換してて、シャーシはねスーパースピードシャーシになってます。これの3両編成で、これ多分単体だと走れないと思うんで、あ、ちなみに3両編成でも普通のレールでは脱線します。もうそれぐらい速いです。じゃあいきます。ほう、もういけるの。ガタガタガタっていく。おお、やばい、すごいね。おお、やばい。あ、でもこれ走れてるね。逆にこの ガタガタでこう減速してるからこう走るんだろうか。そうなんですよね。普通のレイアウトだったらもう間違いなく脱線するんですけど、このガタガタのおかげでっていうか、このまあ段差のおかげでスピードが落ちてカーブも曲がれるということなんでしょうかね。言ってたら脱線した。落ちちゃった。ということで、最後はこのね、速い超電導リニア L0K を先頭車だけで走らせてみました。これ走れたらすごいっすよね。ほう。あ、単体でも走れるよ。あ、逆にこのガタガタ道だったら、速いプラレーは走れるんだ。ここでスピード落ちるから。どういうことこれ。おお。いや、まさかね。いや、まさかこの速いね、超電導リニア L0K が走れるとは思いませんでした。通常のレイアウトだとカーブですぐ脱線するんですけど、まあ、それだけこのガタガタで減速しているということなんでしょうね。走れてるよ。あの速いプラレールが走れてる。うおー、マジで。こういう減速方法もあり、あ、じゃあどっか行ってもた。はい、ということで、あ、こういう減速方法もありなんだね。ガタガタすることによってスピードが落ちるから、まあ、走れるという、いや、なんか意外なことがねちょっと発見されて、これはこれで良かったのかなという感じはします。はい、ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。いや、でも意外でしたね。ガタガタにすれば速いプラレルが走れるっていうね、なんか逆のような気もするんですけど。ほう、お、速い。あと、ないんじゃないこれ。ねえ。行きます。ほう。おー。あ、どういうことこれ。おー。え、これ。こういう減速方法もあり、あ、じゃあどっか行ってもた。どっか行ってもた。